今日は2023年の6月の10日ですね。今日も Vlog を撮っていきたいと思います。今日はこれあれですね。最近アウトレットで購入したものを紹介していきたいと思います。最近全然大きい買い物をしてなくて、これもちょっとセール品を買ってきたので、ちょっとこの後紹介したいと思います。よいしょ。ちょっと紹介する前に、ちょっとこのアイシートをつけて、ちょっとつけながら紹介していきたいと思いますね。よいしょ、これちょっとこっち置いとこう。これはアースの美容シートですね。よいしょ、ちょっと、感じで、よいしょ。今日は曇りなんですけれども、なんかちょっと蒸し暑いですね。よいしょ。開けると中にこういう挟む、なんだろう、ピンセットがついていて、この中にこういう感じ入ってますね。なのでこのピンセットで衛生的に取り出せるようになってます。ちょっと髪の毛ついちゃうかな。髪の毛ついちゃうかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これは、シートの間に、入ってるんですよ。余ってる間に。なので、ちょっと、これシートの口、ちょっとうまく取れない。これがシートの方で、こっちがそのシート1枚ずつの間に挟まってるものですね。なので本来こっちだけつければいいんですけど、ちょっといつももったいないので両方使ってみます。よいしょ、こういう感じで、よいしょ、つけて、よいしょですね。で、このさっきのもったいない方をちょっと下の部分につけときます。よいしょ、いいよ、こんな感じで、反対も、よいしょ、よいしょ、よいしょ、こっちが本物の方ですね。よいしょ、本物の方をよいしょ、こういう感じでつける。よいしょ。で、これは間に挟まってるものもこうやってつけとく。こんな感じですね。よいしょ。これで15分置くんですよ。よいしょ。なので、これはまた衛生的に使えるようにきれいに拭いて。よいしょ。拭いて。よいしょ。
ヒト幹細胞ですね。メイドインジャパン。で、30回分しか入ってないんですけれども。でも、まあ、ただ私毎日は使ってないので。はい、そんな感じですね。よいしょ。なので、そしたら、最近アウトレットで購入したものを紹介したいと思います。よいしょ。まずはこれですね。マイケルコースのキーケースを買いました。今までしばらくニナリッチのを使ってたんですけれども、今回ちょっとこのグリーン、モームグリーンの色が可愛かったので、ちょっとこれを買ってみました。まあ、なんかこのキーケースって、まあ、車の鍵が入っているので、よいしょ。こういう感じで。車の鍵が入ってるので、まあ、お守り、交通安全のお守り的な感じで、ちょっと大事な感じの、買いました。あとは、ここにはちょっとまあ簡単な、例えば、プール、スポーツジムの、会員証だったりだとか、まあ、クレジットカードもここに、1枚くらい入れてます。クレジットカードっていうかあれだ。デビットカードですかね。映っちゃった。そんな感じで。まあだからコンビニとか、まあスーパーとか行くのは、まあお財布持ってなくてもこれ一つで、まあなんとかなるようになってます。ですね。マイケルコースの MK。まあ、この色がまあ値段も7700円でも安いので、まあ、本当にハイブランドが欲しかったんですけど、シャネルとか、プラダとか。まあ、だけど、まあ、ちょっと今回は、まあ、これでいいかなと思って、7700円のマイケルコースのケースを買いました。これですね。こういう、まあ、ちゃんと袋に入ってる。まあ、しばらくこれ使いたいと思います。よいしょ。この、あれなんですよね。こっちの本物の方はで剥がれてこないんですけど、こっち下の方は、ちょっと、すぐ剥がれてきちゃうんですよね。乾くと。よいしょ。よいしょ、よいしょ。いや、ずれちゃった。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。っていう感じですね。よいしょ。これがずれてきてさ、よいしょ、よいしょ、はい、っていう感じです。で、まあこのマイケルコースが一つと、まあ、次はこっち、このラルフローレンでたくさん買ったのは、これ全部タオルです。バスタオル、フェイスタオル、ウォッシュタオルとか小さいのとかいっぱいですね。これ1日で買ったのではなくて2回に分けて買ってます。まあ、その7割引きってことですごく安かったので、まあ、全部買っちゃっても他の人買えないからと思って、まあ、そんなに大量には1回目買わなかったんですけれども、まあ、日を置いてまたもう1回ちょっとフラッと立ち寄った時に売ってたので、まだ残ってるからちょっと買っちゃいました。こういう感じのバスタオルと、これはバスタオルとハンドがセットになってますね。これ7割引きで1500円ですね。これ全部タオルです。これもバスタオルとハンドが一緒になってるやつ。これは同じですね。バスタオルとハンドがセットになってて、もうこれちょっと開けて使っちゃってるんですけど、まあ、こんな感じですね。安い。これ全部1500円でこんなに入ってる。で、こっちがあれですね。これも7割引きで、ウォッシュ2枚とハンドが2枚ですね。安い。だから、これも全部、よいしょ。これ、もう何種類かあるんですけど、こういう感じで、全部これは
ウォッシュ2とハンドが2のやつですね。で、これは、ミニタオルが2、ウォッシュが2、ハンドが2ですね。こんなタオルあっても、まあ、すぐには使わないんですけれども、まあ、何かとタオルは、ね、急に入院が決まったりとか、家族がとか、結構何でも使えるので、ちょっとまとめ買いしておきました。まあ、この値段は、1日目が6月1日に買いに行ってるのが、全部で5874円ですね。んで、昨日買ったのが、6月の9?これが4323円。だから、ちょっと細かく計算すると、まあ大体大雑把に1万円ですかね。っていう感じですね。まあこれなんか安いのは、まあ多分あれなんでしょうね。定期的にデザイン、モデルチェンジとかする中で、古いのは在庫処分ってことで安くなってると思うんですけれども、まあタオルなので、まあ最新のデザインとかじゃなくてもいいかなと思うので、ちょっと大量に買いました。こんな感じですね、最近の購入品は。よいしょ。ね。よいしょ、これだけ。こんな感じ。で、今日の Vlog を終わりにしたいと思います。今日は最近の購入品紹介でした。以上です。ね、これとか。なんか目のところをさ、見てあげようか。よいしょ。よし。ね、ついちゃうかな。ね。あ、そうだ、最近そういえば、買い物ではないんですけど、ウォルトの、ここになんか、死亡死ができちゃって、まあ、その時は死亡死だって知らなくて、動物病院行ったんですけれども、ね。なんかここのちょっと皮膚のところになんか膨らみがあって、動物病院行って、もう細胞診を見てもらったんですよ。ね。そしたら、良性の死亡死ということで、まあ、特に今は、まあ、そんなすごく大きくなって、たりしてないので、特に経過的に切ることも必要ないかなということでちょっと帰ってきたんですけれどもね、なんかここにね、まあちょっと画面だと見えづらいんですけど死亡腫ができちゃったんだよね、ねっていう感じですね、最近の。トリミングしたし、最近ね。ちょっとでも爪が今伸びてるので、爪。ちょっと近いうちに爪をカットしにね、ちょっとトリミングサロンに行きたいと思います。ね。はい、こんな感じで今日の Vlog 終わりにします。切っちゃっていくも。うん。いよいよ。